はさい。はさーい。はさーい。こうですね。はい。龍のひげを使おうと思います。龍のひげって何ですか？なんかね、うん、中国のお菓子なのかな、韓国のお菓子、うん、なのかな。はいはい。なんか難しいらしい作るの。前回チントイウォンっていう丸いお菓子を作ったんですよ、うん、たこ焼き作って風船みたいなやつね、うんうん、あれの動画のコメント欄で、うん、龍のひげにも挑戦してみてくださいっていうコメントがあったので、で、それをやろうってなったんだけど、うん、こうメンバーに聞くと、うん、相当難しいらしい。もうお塩ですら、いや、やめた方がいいこれ難しいぞっていうことで、もうお塩がでも一回折れてるんですよということで、はい、チャレンジですね。なんかね、職人さんとかがこうね、やってる動画はあるらしいんだけどね、うん、一般の人がやってるのは、うん、結構ちぎれちゃってる。あ、なるほどね。今から作り方は見せるんですけど、はいはいはい、失敗してるのが多かったです。この企画で帰ってきた人はいないって言われてた恐ろしいぞこれ。成功するかな。で、必要なものが、はい、こちらですね。コーンスターチですね。コーンシロップ、コーンシロップの代用品ですね。代用品、はい、あとはこれ砂糖。砂糖か、うん、決めてね。水あみ状態にするんだろうね、多分これ。で、龍のひげとは、うん、もう本当に龍のひげのような、うん、もう細かい、ね、髪の毛みたいな、髪の毛みたいに細くなるんですよね、うん、面白い、これ。ちなみに、今考えたんだけど金色に色できんようなボディ。金色、え、金色、何入れた、金色になる、かぼちゃの粉とか入れたら、うん、金色ならんよな。なるんじゃない、うん、頑張れ。ひっちゃんの髪の毛とかできんようなブリーチ入れてみるお腹壊すだけってあとはこちら、酢。砂糖は、うん、とりあえず買った分、うん、3キロ、3キロ使おうかなと思ってます。500に対して60必要なんですね。360、361。一はサービス、一は器に残る分って考えて。あ、はい、なるほど、ね、きっちり取れないから、うん、材料を全部入れないといけないんですよ。先に鍋に入れてもらっていいですか、これ。オッケー、よっしゃ、いくぜ。はい、普通に開けない人。水が、うん、1.2リッター、酢がちょっと6倍って考えて、うん、じゃあキャップ1杯分ぐらいかな、うん、これが味の決め手になるかもしれない。あ、一緒だった。 1.2リッター、 360g ね、シロップね、うん、OK、 ういで、以上か。はい、これを火にかけながら混ぜます、うん、焦げないように。あ、何、放りっぱなしちゃダメなんだ。ダメダメ、焦げるから。ずっと常に何か熱いとこない。これが龍のひげになるの。ドラゴンのひげ。これを沸騰するまで頑張る。砂糖を水に溶かすと、うん、水の沸点が上がる。100度超える。130度ぐらい。130度なんだ。おお、そこまで上げたら OK、うん、けど酢を入れたら100度に戻るって言われて酸っぱいから。これで沸騰したらちゃんと測りながら見ていきます、うん。これ透明になるのかな。透明になる。あ、これ透明になる。透明になる。全体が透明になる。いや、真っ白じゃん。うん。あ、透明になってる。透明になってるし、沸騰してる。温度は106度ぐらいですね、今。あ、106度。何度までやるときなんだっけ。133です。133。今100。多分入れた水の水分が飛ぶぐらいまで熱しろということですよね、多分。そうですよね。うん、そうだと思う。皆さん。そうだと思う。とろーっとして。また水っぽいね。うん、全然。あっち。火力上げて、今、133までちょっと頑張ります。焦げないように。回してます。ブルンブルンと回します。これ意外と大変だな。作るのが大変。もう少し様子見るか、じゃあ、うん、水飛ぶまで。で、ここで、はい、色入れていきます。何色入れるんですか。食紅の黄色ですね。黄色入れるよ、うん、泡で見えるな。結構ね、色変わるからね。
入れすぎは良くない。火消してからがいいかな。一回、あ、見えた。あ、リアルゴールド。リアルゴールドだ。完全にリアルゴールドだよ。あと一回いく。でもあと一回痛そうだ。うん、痛くないもう。もう、しまようじゃん。どうする？もう、もう入れる。もう入れるじゃん。どうしまようもう。しまっちゃう。あと、どうする？いいかも。いいよ、もう入れない。入れたくいやつよ。部品全開？うん、今全開。めっちゃ強くなった。面白い。さあ今の温度最高到達点、お、131で、これをどうすればいいの ?130 になるか。これを別の容器に移して冷蔵庫で冷やします。なるほど。じゃあ一回火止めるよ。はい、よっしゃ。強くなった、強くなった。見つけた。練習用のやつと巨大用で2つ作ろうね。 OK。 ちょっと味見するの。ええー、やけどするだろ。これを喉に通して拷問。喉元すぎれば暑さ忘れるって言われてる。喉で固まる。そんなわけない。いや、そんなことわざみたいなのあったっけ。巨大バージョンね。おー、おお、あ、さあ、これどんなと持つんだい。持てるよ、持てるよ。いや、持てるよ。これどうすればいい。ラップする。あれ、冷蔵庫、ラップして冷蔵庫入れる。ラップしてね。はい、こちら、龍のひげ、固まりました。固まって、もう伸ばせる状態ですね。まずはこれを練習として、練習としてやっていこうかな。その前に、コーンスターチ、これを、これをいっぱい出していく。これ、どうした。気になるって。いくち。おい。コーンスターチ。こっちには来るな、お前。こっちはダメだよ、いくち。コーンスターチか、まさか。コーンスターチに惹かれてんのか、お前。こっちにうんこしようとしてるの、もしかして。ポロッとしてる。死にかたい。すごいのを作ろうとしてるってことだ。あと。はい、はい、入ってる。お、すごっ。これを伸ばして、つけて、うん、こうな。これ、2位な。切れる、もう切れる。ラーメンに見えてきた。輪ゴムにも見える。これラーメンか。すごいすごいすごい。おお、すごい伸びてきた、伸びてきた。あー、もう切れるな、もうダメだ。32本。うわぁ、これはもう切れるわ。なんでこんなって言う。もうこれ切れるわ。あー、切れた。あー、切れてる、もう切れてる、もう切れてる、たくさん切れてる。あー、もういっぱい切れた。64。切れてる。俺も丸くしたい。128本。すごい。128本。あ、すげえすげえすげえ。太いところと細いところがまばらになっちゃう。これむずいぞ。256本。256本。すごいな、これ。これすごいな。一本その頃俺一本。あ、もう切れた。太いところが切れた。やばい。これもダメだ。厳しい。ん？あ、次？512本。あ、もうダメですよ、これ。もうなんか繊維が垂れまくってるけど。いやいや、これで528本。太いとこ切っちゃまだから取っていい。あ、これで1本減ったな。やっぱ絡まったもの。その時点でもう絡まってる。紐球みたい。これ難しいな、確かに。この辺とかみたい。
繊維でファイバーみたいな。これをちぎってから食べるんでしょ。何かを包んだりね、うん、錦糸卵にも見えるな。あー、ぽい。ゆきちゃん、お前頭についてるよどっからか、この子な。おい、どっかについてきた。ゆきちゃん、頭に粉ついてるぞ。おい、粉ついてるぞ。頭に粉ついてた。でも綺麗だね、細かくなればなるほど。すごい練り消しを、あ、分かる、伸ばしてスーッてやったらこんな感じじゃない。うん、ああ、分かる。あれに近いな。あるな。もう完成かな、これは。これでもう切れ始めてきてる。おお、すごいすごい。おお、すごい。沈んでった。シューって試食。試食だけ。歯にかかりそうだな、これ。なるほど。歯にかかりそう。目覚めたな。目覚め。うん、なんか分離してんだけど。あ、ちゃんと骨出てなかったんだ。これをコーンスターチつける前に綺麗に固まった方がいい。あ、そうなんだ。もう常に。もう終わりそうなんだけど。はいよ。いける、これうち。あ、やば。本番いけるぜ。やば。すごいすごいすごい。やば。あ、ついたのそりゃ。ドラゴンボールみたいな。確かに色が。死にセンスない。センスゼロやば。自分でも今ビビってる。え、こんなできないんだって。いや、できるかな、これ。でかすぎるだろ。本当これなんか包むんだよね、アーモンドとか。一応用意してます。包むやつもやって、センスゼロ。え、お前いって。何それ、美味しそう。待って、これ美味しそうだな。しっ、えい、食べてみて。自分で作ったの食べてみ。いただきます。一回コンスターつけて。コンスターチ味ないよ、一応。いただきます。アホでしょ。、まあ、あんなにいっぱいつけるもんじゃないこれ。めっちゃ甘い。美味しい。美味しい、うん、バンバン作れそう。すぐ大事。バンバンになるそう。オッケー、じゃあこれやろうぜ。一回ひねりますか。ひねるか。真ん中、ちょうどど真ん中ね。できたら、できたら隠れかな。むずっ、やばやばいぞこれ。やばいな。ひねる。ちょっと早くなってきたね、伸びるの。よし、次発酵。すごい、不思議な感じだな。太いところは太いな。太いところは太いな。しゃあない。オッケーオッケー。今32。すごい。すごいね。すごい。ラーメンみたいになってきてる。ラーメン来たか。はい。よし。おお、すげえ。64ぐらい。今128。やばいな。500。200? 256? 256。面白い。500?16? 512? 512? あ、512か。500からやばい、500からやばい、なんかおかしい。なんかバランスがちょっと、うん、ここからちょっと切れてそうなやつが出てきたね、うん、ここもちゃんとちょうど真ん中。すげえ。うわ、すごいすごいすごい。あ、なんかすごい触り心地が全然変わってきた。するとよ、うん、持ってるだけでどんどん伸びていく。これで4000。こんなに細くなるんだね。これはこれで8000、8000、うん、1万6000目指す。次1万6000、いけない。ダメだ。無理か、なんかね。一応いきますか。次16000。1万いきました。16000本。うわ、やばい、もうポロ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 って切れ始めた。すごい。すげえ。すげえ、もうポロ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 落ちてる。すごい。これなんか細かいかもしれない。うん。16でゆっくり伸びていって限界が来て切れてるから。
細いかもしれない、これ。じゃあ包んでいくか。完成。完成。完成。まあ、ちょっと試しです。あれ、なんか一個見たことないのがある。いつの間にこんなの作ってた？これドラゴン豆。これ伸ばす前のやつを梅干し練ったわけね。振るんだ。で、これがドラゴンのヒゲ。あ、竜のヒゲだ、これ。竜のヒゲ。これもドラゴン。ドラゴン仲間。ドラゴンと竜だね。ドラゴン仲間だな。なんでドラゴン梅って言うのかな。確かに。目みたいに、ドラゴンの目。目あー。似てるからじゃない。ドラゴン。あるんすよね、沖縄に。ドラゴン飴って。ドラゴン飴って。昔あったんですよね。じゃあ、食べていきますか、じゃあ。はい、早速。いただきます。俺チンスコ食べてないからチンスコ食べて。チンスコうまかった。チンスコ美味しかった。梅干し。梅干し。甘っ。めっちゃ甘いわ。めっちゃ甘い。レーズン食べてるみたい、梅干しは。甘い。なんだ。ああ、なるほど。甘い果実みたいな。うんうん、うわ、コーヒー合う。やばいだろこれ。コーヒー、ブラックコーヒー。コーヒーめちゃくちゃ合うよこれ。合うな。なんだ。ベトだった今。コーヒーが口の中でビト。ドラゴン麺いっちゃう。めっちゃ硬そう。買うのに、食べる切るのに時間かかる。半分残ってるやんけ。半分残ってるやんけ。硬いだろうな。安定のチンスコ。やばい。半くっついてるやつ。あー、くっつきそう、これは。なんて。噛めない。あ、まっ。じゃあじっくり溶かすしかないのか。虫歯菌が喜んでるな。終わったら歯磨きした方がいい。うん。ただ薄ければ薄いほど食べやすい。歯にくっつきにくい。うん、ドラゴン豆が歯にくっついてブラックアウト。くっついてるやん。これフルーツ以外いっぱい入ってるやつ。うん、ドライフルーツこれ。フルーツ食べやる。あ、うまっ。あ、アメリカのお菓子みたい。アメリカの飴。あ、フルーツの。うん、一緒に子供たちとやってもこれ盛り上がるかもしれない、うんうん、作ってる工程が面白いから、うんうん、すげーってなんか練り消しと練り消しで遊んでるような感覚で、うん、そうだね。いや、美味しかったですね。美味しかったです。お父様一番何が美味しかった？これはフルーツかな。ドライフルーツ、うん、チンスコ。俺もチンスコかな。出来たてが美味しい。あ、固まっていくからね。そうだね。食べるときは作って、すぐ食べて、うん、少量でやったほうがいいね。作りながらね、うん、ちょっとずつ食べる。食べ過ぎは良くないです、これ、うん。これなんか本来の食べ方はナッツとかくるんで食べるんですよ。ああ、そうだね。甘くないやつと相性がいいのか。甘くないやつと。はい、ということで今回は、龍のひげを作ろうでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。